僕の生い立ちをしゃべるというような企画でございます自分の近くにある機械が起こった出来事はもう何でも使って世界的に何か影響が残せるような人になれたらおもろいなとまあ自分のモットーってねとりあえずお前が一人でで動けなんですよ誰かがやってくれたら私も僕も動くみたいな。 とりあえず始める時は一人で始めろ結局まあ僕小さい頃からねあんまり変わってないんですよね農業だけの話じゃなくて医療であったりとか馬ぶどうであったりとか全然違う分野のことをどう応用できるかみたいな今あるものをとりあえず一旦ぶち壊して再構築するみたいな。なかなかこう 痛い目見ないと変わらないもんだなじゃあ生き延びてしまったけどじゃあ命はねそのどう使うべきかみたいなのは今ってねその自分を大事に自分のことを大切にとか自己肯定感とかなんか自分のことばっかりフォーカスする逆やと思うんですよね自分のことが一番大事なやつって一番弱いと思っていてなんか自分より大事なものがあるみたいなのがね 皆様、こんにちは。本日は、山崎徳也生誕40周年独演会にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。ご近所の方、そして遠方からもお越しいただきまして、本当にありがとうございます。今回は、今までしたことのないことをしてみたかった。どうなるかはわからないということで、はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。では、 えー、今からねお呼びしたいと思います山崎徳也さんですどうぞどうもありがとうございます今日はお集まりいただきましてありがとうございます、えー、と山崎徳也生誕40周年独演会ということで えっとね、僕の生い立ちを喋るというような企画でございますけれども、えっ、ー、と。しばらくお付き合いいただけたらと思います。ね、えっ、ー、と、ちょっとマイク持ちます。この間、あの。実際一回喋ってみたら、四時間もかかってしまいまして。あの、枠が二時間半もしかありませんので、さっさと。始めてみたいと思います。えっ、ー、と。 えー、その前にですねあの、はい、山崎徳也誰やねんということであの知らない方もいらっしゃるかもしれませんのであの軽く自己紹介させていただきますとあの鴨町の三日野原という土地で、えー、生まれ育ちまして、えー、と家業があのお茶農家であのお茶を。 作るという仕事をついでやっておりますけれどもあのその中でもあの自然栽培といって、えー、農薬や肥料を使わないやり方でお茶作りをしております。えー、それはねあの今年で11年になりますけれども、まあ、いろんな転機がありまして、えー、そういったことを、まあ、あのお話しさせていただく。 魔王ということで、今回企画させていただきました。よろしくお願いします。<laughs> で、えっ、ー、と、結構ね、あの、お茶の業界ではね、私結構嫌われておりまして。はい、あの。まあね、いろんな業界に対して、いろんなことを言ったりとかね、したんですけども、あの。 小さい頃はね、割と自分の意見あんまり用意わんようなね、子供時代だったので、なんでそんなことになってしまったのかみたいなのね、あのお話できたらなと思いますけども、えっ、ー、と、今回、まあ、この40年をお話しすると言いながら、案外ね、小さい頃のことっていうのは、はっきり覚えていないこともたくさんありまして、今回これをするにあたってですね、 あの学生時代の,あの担任の先生をめぐってですね「あの幼少時代私はどんなんでしたでしょうか?」というのをあの聞いて回ったんですねでこれが結構ねあの最近はプライバシーがどうのこうのでなかなかあの居所居場所をあの教えてくれ,くれないもんでですねあの探すの結構苦労したんですけど実際会って。 あの話を聞いてみるとあの自分が小さい頃に思っていた印象とはまた違って「あ先生そういう思いでやってはったんですね」みたいなのをねあの聞けてあのなかなかいい機会やったなと思うんでもし機会あれば皆さんも是非本師を巡ってみられてはどうかなと思いますけどもあので実際ですね聞いてみたらですねあの小学校時代中学校時代と、まあ、いろいろ探していたんですけど。 で、僕ね結構打ち切れあのそもそも目立つのあんま好きじゃない子供やったんででね案の,の定他の先生方から見てもですね「いや聞きに来てくれたはええけどあんまり覚えてないねんけど」みたいなちょっと困られる場合も結構ありましてですねあの実際まあそんな感じやったなと自分でも思ってますけど。 でその中でもね数名の先生は結構よく見てく,れくださっていた先生もいてですねまああのなんて言うんですかねそのあんまり確かに目立たなかったしこういじったらなんかいじんのは許,せ許されへんさせへんような雰囲気を持っていたけどもなんかうちになんか秘めてるような感じやったよ君はみたいな。 というのを言ってくださる先生もいらっしゃいましたしあのクラスでやんちゃな子から、まあ、あの真面目な子までいろんな子がいましたけどでそのやんちゃな子も真面目な子もみんな「徳ちゃん言って」言うてあんまり発しないけどなんかみんな信頼はしてたけどなみたいなふうにまあおっしゃってくださる先生もいて、まあ、そんな子ども時代でした。で 結構ね、あのもうちっちゃい時から割と変な子供やったんですけど、えー、と保育所にね入園することの頃のことを結構母があのよく話してくれますのであのなんとなく自分でも覚えてるんですけどあの保育所に入園する日っていうのは、まあ、それまでねお母ちゃんとずっと一緒にいてあの突然引き離されるようになるので結構。 あの寂しいわけですね、あのなのであの、泣いたりね、そういうことをするっていうのがまあ普通だと思うんですけど、僕はあの小さい頃からあの自分の感情を表に出したりだとか、あのそういった寂しいとかいうのをめっちゃ恥ずかしかったんですよ、もう2歳ぐらいから多分そうやって、それはよく覚えてるんですけど。だからあの 帰らんといてくれというのはあの置いていかんといてくれなんていうのを言うのは恥ずかしいので,ですねあの置いていかれる帰りそうな母に向かってお母さんちょ話あんねんとで話なんかないんですけどあのそうやってねあの引き止めようとして、まあ、話ないのはすぐバレるわけで,です、ね、帰ろうとする母をもう一回あの「いやお母さん話あんねん」とっていうような感じであの まあ、あんまり素直じゃない子供でしたね。で,で結局その感情をね表に出せないっていうのと、まあ、母はですね結構何でしょうねそのエコひいきみたいなのが結構嫌いな方であの平等というか均等に、まあ、僕はの弟二人おりまして。 3人兄弟なんですけど「あの均等に」っていうのがなんかすごく大事にしてはる方やったんでああのまあ、この子は2年間抱っこしたからあのこの次みたいな感じで「あの均等に振り分ける」という謎の使命を持った方でまあ長男はねそのさらに僕は「あの寂しい」をよう言わんタイプやったのでその組み合わせがバチッとはまりましてあの「 結構、ね、小さい頃からあの寂しさを抱えたりだとかあの愛されたいっていうのをずっと抱えたまんま大きくなっていってまあそれのね影響でいろいろ不具合が出てくるというようなのが後から始まっていくんですけどもであの他の特徴として割とねあの変な変な癖もありましてまああの結構ね粗大ごみとかにある 家電製品を家に持って帰ってきてはえ分解してあの中を見るという分解して調べようみたいな癖が結構ありましてであので変なのがですね分解した上でですねその、まあ、中をのシステムが知りたいっていうのともう一つはなんかあの結局外側はいらんからほかしてしまってですねあのネジだけ収集するみたいな。 そんな変な癖がありまして長いことネジをためておりました。でそうですねまあそんなそんな、まあ、いろんな分解する癖があの、えー、たたりましてあの電線感電事件が起こるわけですけどもあの小学校の頃にで,ですねあの電線はどうなっているのかっていうのが あの非常に気になった山崎少年はですね今から思ったらどうやって登ったんかなと思うんですけど電柱をこうよじ登りまして上の電線のところをねあのペンチでガ,ンガリガリやったんですね、まあ、結果はご想像の通りですけどもであの感電しましてえっとねもう下まで吹っ飛ばされましたね。でもうその時に、ね、頭真っ白になって 気が付いたらあの下まで吹っ飛ばされているっていう感じでですねでペンチを握ってましたんでこの手のひらがあのウインナーみたいに焦げてしまいましてあこれはやばいことしたら怒られると思ってあの隠し通しましてあのバレずに <laughs> バレずに隠し通してしまいましたけどあの。 30を超えるようになってから初めてこんなんあったわって打ち明けたらびっくりしてましたけどね両親は。でそれですねあのまあそんな分解癖というかなんか,なんかどうなってんのか知りたいみたいなのとあとまあその寂しさっていうのがねあの だいいた寂しいまんまで終わらないんであの寂しさってあの時間が経つとだいたい怒りに変わってですねその怒りに振り回されている小学生時代をあの送るわけですけどもなのであの小学校時代はねあの真ん中の弟と大喧嘩戦争時代が続くわけでですねあのこれほぼ八つ当たりなんであの弟には申し訳ないことしたなと思っておりますけども。 えそれがですねあの中学校に行ってですねあの彼女ができるとあの突然の終戦を迎えるわけですけどもあの弟全然関係ないんですけどね、えー、まあこれ単純であの愛情をくれる相手が出てきたから落ち着いたというような感じですでまあけど結局そうやってごまかしているんですけどまあその問題をまあ後々 またあの引いてくるわけですけども、えー、とそこから高校大学時代へと入っていくんですけどもなんかあの僕割と言い訳したりあのこれはやばいなと思ったらすぐ撤退するところがありましてでその逃げるための言い訳が自分の方向性を決めていくみたいな、えー、不思議な。 感じでですねあのー、僕小さい頃からあの夢とかなりたいものって全然なくてですねあのー、なりたいものとかあのー、聞かれるのがすごい嫌やったんですけど、えー、そんな中でですねあのー、高校に行くとですねあのー、彼女とは離れてしまいましてもうやる気を失っておりましたけどもなのであのー。 一類に行くかあの進学コースに行くかみたいなのをあの入学当時に決めないといけなかったんですけどもうやる気なかったんで一類を選んでですねあのぬくぬくやったらええわと思ってたんですけどあの始まったらびっくりしたんですねあの中学校の復習ばっかりして高校の勉強全然せえへんやんってなりましてですねこれ大学行けないんじゃないかと。あの 心配し始めた僕はですねやっぱり2年から進学クラスに行きますということであの2年生からあのもう顔変わってしまうんですね。でそこからですね2年生はですねあの結構数学好きやったんで理系を選んだわけですけどもあの2年生になるとあの物理の授業が始まりまして。 あのそこで突然悟るわけですねあ僕理系の人間やないわということであのなんとかこの理系の世界から逃げ出さなければいけないというのがのそこからあの考えるわけですけども、えー、と3年生から、えーと「文系に移りたいです」と「で物理嫌や,やからは」は当然通用しないのでですねなんかまっ当な建前を建てなければならないということで。 あのこれからは英語の時代やと思いますと言うてあのなんとか語学系に逃げようと思ってあの3年生から文系に変わるわけですけどもそれが結局その後の方向性を決めてしまいましてあの言い訳で言った話が大学は英語化に進むことになります。で、えっと 大学に行くとですね、あの留学をね、語学科やったんで留学させてもらえたんですけど、あのその時もね、まだ全然特に夢もなくて、あの別にやりたいものとかもありませんっていう感じだったんですけど、あのうちの大学がちょうどね、あのオーストラリアの方の 大学と提携を始めた頃で、えー、と学内で数名だけあのオーストラリアに留学した上で休学せずにあの単位を変換してあの留学することができますよとそういう制度ができましたよっていうことであのあそれ行っってみたたいと思んですねであの,その頃仲良かった友人はですねあの TOEIC っっていう英語の試験が、ね、満点やたんですよ。で、僕は全然の点数でですねまずその選考基準が TOEIC の,の試験の点数とそれからさらに何でしたっけねあの論文えっ、ー、とそのなぜ行きたいかっていうのを論文だったか面接だったか両方あったような気もしますけども。でえー しなけければいいませんととうことでですねお前点数足りんやないかいと言われたんですけどいやそれはなんとかするわということであの直前の試験で確かね5点ぐらい上回ってなんとかパスするっていう感じで一次試験はなんとかパスしたんですけどそっからですねあの点数ギリギリなんで面接でなんとかその地位を勝ち取らないといけないということでですね あのとりあえず使えるもん全部使おうと思ってその家の家業の話とかそのお茶を作っているとでお茶作りっていうのはもう日本文化の一つやということで,です、ね、その辺全部使ってあの面接であの留学の,その席をです、ね、勝ち取るわけなんですけどもこれねあのとりあえずその場で言ったものをです、ね、言って一番 聞いてん,のなんか多分自分自分分身ななんでしょうねなんか多分なんとなくその気にお茶を継ぐみたいなそのやる気はなか将来なりたいものなかった僕にとってですねなんとなくこう自分で言ったせいで自分の方向性がなんか決まっていくわけでですねで <laughs> 実際まあ十何人かオーストラリアに留学できますよというのに選ばれましてで実際 行ってみたらですねあの行ってみるまでは結構あのちゃんとしっかりその学生生活でアメリカナイズされた徳也少年になっておりましたんであの海外に意識向いていたんですけどで実際行ってみたらですねオーストラリアってあの移民の国というかいろんな国の人が住んでいる国でですね、まあ、いろんな人種の方がにお会いすることができたんですけど で彼らからするとあの僕っていうのはその日本を代表して言っている形になるのであの日本っっててどんんな国かかいうのを結構聞かれるんですよねでそこで初めてあ全然日本のこと知らんなというのをあの初めて自覚することになるんですが、えー、そのことで初めてあの日本自体日本にあの僕の意識が向かって 向くというようなきっかけにもなっていくんですがでそこでね父のお茶をねお土産に持って行ってたんですけど、えー、それがねあの思いのほかその日本の同じ学生もそうですし現地のいろんな国の方ホストファミリーとかにも喜ばれてであ「お茶っていいもんやな」っていうのを その時思いまして、まあ留学行ったのをきっかけに、あのお茶を都うかなと。思った次第でございます。ちょ、ちょっと水飲んでいいですか。いか <laughs> はい。<laughs> はい。え。あ、シドニーの近くですよ。<laughs> この名前忘れましたね。<laughs> はい語学、はい、学校みたいなところですよ。でですねそうえっ、ー、とそこでそのお茶を継ぐっていうのは決めたんですけどえっ、ー、とそのままねその家の家業を継いでしまうとまあ社会に出たことないっていうのもちょっとまあなんか経験としてどうかなっていうのと。 もあってまあ,あのとりあえず飲食業に勤めることになるんですけどまあその料理の世界に少し携わったっていうのが、まあ、また後々、まあ、その自分のお茶のね仕事にもまさかまさかでつながってくることになるのは、まあ、その時はもちろん知りもしなかったんですけど。 まあその飲食業時代を経て初めてあのお茶の世界に入っていったのがまあ25歳の頃になります。まあはい、で,でそのそれまでですねあの農業の勉強とか一切したことないんですよねあの全然お茶を継ごうと思ったのは大学に行って留学行った頃なんで。 あのそれまであの農業の勉強は一切してこなかったのであのまずはねお茶の研究所っていうのがあの各お茶の生産地にはあ,のありましてですねかつてあの江戸時代とかそれ以降は結構ねあのお茶っていうのは割と輸出の 主力商品だったので結構国を挙げてねあのお茶の研究っていうのがされていた,とされていたので茶産地にはあのそういう国が運営している公的機関であのお茶の研究所っていうのが、えー、当時からあって、まあ、今も残ってるんですけども、あのー、そこがねあの研修制度をだいたいやってくれていまして担い手の育成として、あのー、座学であったりとかあの実地の作業 を教えてくれるっていうような制度が用意されておりますのでそれで宇治の,の方にねあの1年お茶の勉強に行くわけですねでそのそこがですねだいぶ緩くてですねあの一度就職するとまあもちろんあの夏休みとか全然ないわけでですね 休みが極端に減る上にあの飲食業なんでサービス業であの世間がお休みの時は基本的に仕事ですというような感じだったところからあの突然ゆるゆるのところでまた夏休みもありますみたいな感じで夏休みが再来するということでもう結構ねあの好きなことして遊んでましたけどねあのこのこ頃にあのなんかそれまで。 興味あるけどやっったたここととなかったことみたいなのをとりあえず手当たり次第全部やっていこうみたいなタイミングでもありましてまあ何かいろんなことを始めていくきっかけになる年でもありましてでそのまあそのね1年終えてからあのお茶を継いでいくわけですけど当時はねあの父と一緒に やっておりましてでうちの父っていうのが割とそのもともと、ね、うちの農園はそんなに大きくなかったんですけどそれを結構あの拡大していったりとかあとその数軒集まってそのすごく大きなお茶のね製造工場をあの建設したりということで。あの父の代でかなり その拡大してていってです、ね、まあそれを見ていた僕は、まあ、自分には無理やなっていうふうに思っていたので当時はまああの父のね右腕とか、まあ、そういったような感じの自分の振る舞い方になるのかなと思っていたんですがあの結構ね自分にはできないなみたいなあの思い思い がその頃の自分には割と定着していてでそのねあの、まあ、今もっとそうなのかもしれないですけどあの失敗したくないのであの失敗しないための一番の最良の手っていうのがですね挑戦しないことなんですね。えー、っていうあの作戦をとっておりましたので基本的に自分にできそうなこできなさそうなことには手を出さないみたいな。 感じのの、えー、徳青年でしたねあのちょうどねその頃にあに「奇跡のリンゴで有名なあの木村さんのねあの本がありまして映画化もされているので、まあ、あのご存知の方も多いかもしれないんですけども。あのー リンゴの、ね、栽培をあの無農薬でされている方ですけどもその本を読んでですねあの僕自身そういったことに興味を持っていた時期でもあるんですけどえ当時の自分としてはですねいやこれは自分にはできないなっていう、ね、その時の思考をそのままに興味はあるけどなかなかそんなことは自分にはできないと。 えー、行ってあの何もしなかった時期でもありますね。で、えー、とお茶をついであの作業を始めるとですね、まあ、あのちょうどその頃からあのいろいろ体調を壊していくわけですね。あの具体的にまああのいろんな手足のしびれであったりあの麻痺とか。 あと、まあ、筋肉の緊張が取れなくなって椎間板ヘルニアみたいな感じで腰を壊したりだとかですねあとはまあいろんなアレルギーが結構ひどくなってきてですねまあ花粉はもっとよりあのほこりとかそういったものにもうすごく反応するようになってあの お茶の香、ね、ばなんていうのは結構ほこりだらけなのであの細かいお茶のほこりが舞いますので、えー、結構ねその辺すごく反応するようになってしまってで他にもあの日光アレルギーって言って太陽の光当たると痒くなるっていう感じでですねあの外の仕事もこうもこれ私向いてないんじゃないですかっていうような状態。 になっていってていおりますで、えー、とその頃はねあの気づいてないんですけど、えー、実際その農薬のね慢性中毒の症状だったんですけどその頃はねその不具合っていうのは全然気づいていなくってで椎間板ヘルニアになってですねあの一時期はね歩けないぐらい結構ひどかった時もあってですね で、整骨院ですか整骨院に行くとですねあの、ちゃんと通わないと歩けなくなるよって言われてですねあの普通はそれでね、通うのかもしれないですけど僕カチンときはしてもう二度と行かなかったですねであの、その後とね一応ほんまに椎間板ヘルニアなんかということで一応病院の方に行きまして MRI でね一応取ったらですね 画像で確かにね出てるんで確かに椎間板ヘルニアですねということで言われてであの「手術をしますか?と」と先生に聞かれたわけですけどでその先生がねあの割と率直に答えてくださる方だったのでよかったんですけど「それ手術したら治るんですか?」と「まあ一応」みたいな。でえもうならならいんですか って聞「いたら、いや、まあ、またなるかもしれんけど」って言われてたんで「えー、またなんのに腰の手術は嫌やな」と思いながら「で、ね、先生やったらやらはるんですか?」って聞いたらあのいや俺やったらやらんけどなって答えてくれはったんで「いや、じゃあやらないです」ということで,でそっからねあのどうやって自分で治そうか。 っていううのを考えるるようになるんですけどでまあねもともとまあその小さい頃からねあの小学校ぐらいの時ですかね毎年結構お腹がねひどく痛くなるっていうのが年に1回ぐらいの一大イベントでありましてで病院に連れて行かれるんですけどいやわよからへんし様子見ましょうかみたいな感じであの。 とりあえず返されるみたいなのをひたすら繰り返した上にですねあの高校の頃に僕はあの一度虫垂炎盲腸ですねであの最初はね盲腸って分からなかったんですけど、まあ、近くの病院に行ってですねあこれもうちょっと分からへんから様子見ましょうかで多分ね2日ぐらい寝かされてたと思うんですけどあのもうね痛くてね衰弱してきたんであの ももう痛いいぐらいになってきてきですね母が「いやこれはおかしいんちゃうのか」ということで「じゃあ大きい病院紹介してあげるわ」ということで別の病院に搬送されたんですけどもう着いた頃にはねあの夜やったかなと暗くなってたなと思うんですけどけどこれも明日の朝までもったないから緊急手術しますみたいな感じであの。 夜中に、ね、緊急手術されたんですけど、ね、あのまあ全身麻酔なんであのここにつけられてあの気が付くともう寝ていてでドラマみたいな感じですねぼやんとしてきてこう先生の顔がねこうなんか見えるんですけどで起こされてで気が付いたらなんかもう明るくなっていて次の日ですね でもう手術も終わっていますみたいな感じだったので手術のことはね全然覚えてないんですけど、まあ、先生が言わはるには、まあ、あの普通の虫水炎で来はる人の3倍ぐらいでかかったですっていうような感じでですね、まあ、一応急性でいったものの,、まあその小学校の頃にずっと痛かったのは、まあ、慢性でねずっとそこが、あのー、悪かったんやなというのがその時わかるわけですけど。 まあ、そういうこともあってですねあのそういうい医療みたいなのにえ全然治されへんやんみたいなそういう思いがあったのもあってもう腰もねどうせ分からへんのやろ自分で治すわっていうような感じでしたね。でそこでですねまあとりあえず、まあ、使えるもの全部使うみたいなところがありますのでなんとか自分の周りでその ヘルニアをを治した人を見つけないとその完全に今ね身体障害者みたいになっているので、えー、外でね働く仕事をしている上でこれはちょっとやっていけないやんということでなんとか健常者に戻らなければいけないみたいなのがその当時の目標だったんですけどでおばがね体育の教師をしていましてでその中でね一人 結構有名な世界でも審判サッカーの審判をされているような方がいるんですけど、えー、その方がね一度ヘルニアになっているけどもあの今は結構元気にしてはるということで、えー、その人を紹介してもらってそのどうやってリハビリをしたのかとかを教えてもらってそこからね自分でリハビリをしてあのなんとかまあ 何年もかけてですけど、まあ少しずつあの健常者に戻っていくような。時期になりますで、その頃にですね。まあ、いろんなことを。まあ自分で調べ始めるわけですけどで、まあね。あの留学した時に日本の文化自体にも興味持ったのもありまして。あの、日本の昔の古流の武術であったりとかえー、合気道っていうものに。 あのそういったリハビリの方向からあの興味を、ね、持っていくような感じになります。でですね、えー、どうなるんでしたっけであのちょっとそうやってねあの体調がね戻ってくる頃ですね。29で、まあ あの結婚をして30であの子供が生まれるわけですけどもあの一人目のね。でちょうどその頃があが自然栽培っていう今の農薬や肥料を使わないやり方にあの転換する、えー、大きな転換期になるわけですけどもであの子供がはね生まれたからあの農薬使いたくないからあの転換しますみたいな。 そういう話でもなくてまあなんかいろんなことがねあの重なってという形でで実際その大きなきっかけになったのがあの子どもが生まれてからねあの予防接種の案内が来るんですけどそれがまあ自分にとってはあの大きなきっかけになりましてでうちの地域の場合はですねあの保健員さんですかねその生まれたらあの わわざわざ家に来てくださってでまあ冊子を見せていただいてこのメリットとねデメリットを照らし合わせた上でまあ売ってくださいねみたいなそういう案内をしに来られるんですけどでねあのまあ僕もあんまその時はよく知らないんで,でもあの冊子にはねあのメリット書いてるんですけどデメリット書いてないんですよね。で デメリット書いてないから照らし合わせるにしても分からんやんと思ってそこからあのまあ自分で調べ始めるんですけどで実際調べてみるとまああのそれで亡くなっている方とか半身不遂になっている方とかもあの実際の症例としていらっしゃってでいや免疫つける目的で代償に命を落としてたらちょっとリスクの方が大きすぎないという。 まあそこからねそのとはいえ病気になって大丈夫かっていうのもあるんでその病気についてとか薬についてとかあの自分で調べ始めるわけですけどもまあえっ、ー、と結局そこでですねあの、まあ、打たないでおこうという判断を、まあ、うちの夫婦は、まあ、妻とねそこで共有して、まあ、2人で決めるわけですけど。 まあそれがまたまあ後々の問題にはつながってくるんですがまあその時そのきっかけとしてその予防接種というものが与えられる情報とまあ自分で取りに行った情報が違うっていうのをね初めてそこで知ることになるんですけどでそこであのそれまではねあの安全って教わっていたその自分が使ってきた農薬についてあの調べてみるとですねあの 自分がそれまで体調子悪いなと思っていたそれぞれいろんなね症状があの農薬の慢性中毒として書かれていて自分で巻いてて自分で効いてただけやんということでなんやそれみたいな感じでですねそれがあのえっと自分のね使ってきたものに対してそのおかしいなっていうのに気づくきっかけになりました。 とはいえ、ね、その興味があってもねなかなか自分にはできないなと思うようなあの青年時代でしたので,で、えー、とそれがですねあの自分の体を一旦壊してですね薬使わずにあの体が治っていくのを体験しましてあ体って薬使わでもちゃんと治,治んねやんっていう。 ことをですね体で知ったことでじゃあこれを、まあ、お茶の、ね、畑でやればいいんやなっていうので、まあ、自分の体を通して得た経験っていうのがやっぱり一つの大きなけあのきっかけになったのとですね <laughs> でその、まあその頃にはですねあの合気道もな実際習いに行っていたんですけどその同じ 骨格や同じ筋肉でその使い方によって全然変わるっていうことをあの知ったのも、まあ、その同じものでも全く違うアプローチが存在するっていうのを、まあ、全然違う分野で知ったことであの一つの大きなきっかけになりました。でその中で,です、ねあの一番 大きなきっかけになったのがそのお茶の木自体がですねあの一応家業なので小さい頃からお茶の木はねあの見て育ってきたんですけどもで自分が継ぐ頃にはですねあのお茶の木がねすごいしんどそうに元気ないように、えー、自分には見えていたんですね。そそれはあの自分ののの畑だけじゃなくてその周りの 茶畑も同様にそんなふうに見えていてで僕はね割とあの極端な性格なんであの農業として草を草は的であって邪魔者なので肥料を余分に取る邪魔者なのであの排除しないといけないっていう教えをですね割と徹底的にやっていったんですけどねあのこれがやればやるほど土は硬くなるし あの全然良くならならいとえかえってなんかしんどそうにしているっていうのをですね目の当たりにしてですねあの結構その子供が生まれる頃にはあのなんかねそのしんどそうに見えていたお茶の木がねなんか助けてくれって言っているような感じに。 まあ実際なあの声が聞こえるわけではないんですけどそう言われているような感じっていうのがずっとあってまあもうちょっと無視できないなっていうようなそんな状態でしたねでまあ,あの子供もも生まれてっていうようなその全部が重なるタイミングだったなと思いますでその そこからです、ね、えー、っと、えー、しばらくはあのー、転換してやっていくわけですけども、あのー、そこからの頭でっかち時代に突入していくんですけどあのここからね初めてあの自分の意見はねなかなかその いうのが苦手だった少年時代ですけどもそ,のそういったことをねこう自分も周りに伝えないとあそういったことっていうのはその僕自身もそ,のそういう自然栽培に転換したきっかけがあこういうこともあるんだなと知ったのがきっかけだったので、まあ、自分が知ったようなことをその 周りの人にもシェアすると、まあ、みんな切り替えるんじゃないのというあの単純な考えがありましてでそのそういったことをねあの周りの人に周りの人とか SNS を使って、まあ、業界のこととかを発信していく時代になっていきます。で、えっ、ー、と ここでですね、その何でしょうねもう知ったら変えると思っていて自分もまあそれを知ったから変えたとまあ勘違いしていたんですけどまあ今思えばねその自分の体で味わったことみたいなのが結局は大きかったので情報ばかりではないんですけどその当時はあの自分のね感情を出すみたいなのがあの 一番苦手なものですからとりあえずその知った情報をシェアする方がまあ自分にとってはあの楽だったわけですね。でその予防接種のことであったりとかその農薬のことであったりとかあのペットボトルのねお茶のことであったりとかをまあいろいろ発信していく中でですねその まあ業界ではいろいろ嫌われあのー、予防接種のことを、ね、ママ友とかパパ友とかに、あのー、伝えれば伝えるほどなぜか嫌われあのー、どんどん人が離れていく時代になります。でえー、っと 僕自身もねやっぱりちょっと頭でっかちやった部分もあるのでその人とねすごくぶつかるようになります。でそのそれまでねその自分の意見言ったことないもんですからその30になってようやく人とぶつかるわけで。あの 全然小さい頃にね人と喧嘩してそういったことに慣れてたらいいんですけどそのやったことないもんだからですねみんなとめちゃくちゃ喧嘩になっちゃうわけですねでえー、っとそこでですねあの訴訟問題が若干浮上してくるわけですけどであの、まあ、これね僕が完全にミスってるんですけどあのペットボトル のお茶が、ね、結構そのビタミン C 科学的なビタミン C とかが添加されているのもあってそういったこととかをまあ発信している中であのちょっとねある商品の写真を使ったらですねそれには使ってなかったってことであの訴訟するぞっていうことで呼び出されるわけですけどでそこでねあのだいぶ ややこ事態がややこしくなりましてですね、あのーまあ、実際呼び出されて、まああのー、謝罪の場になったわけですけど、あのー、そこでですねまたもう一回喧嘩をしましてでお「お前んとこ潰したるからな」と言われましたけどもでまあいよいよこう人とぶつかってばかりの、えー、頃。 対、まあ、外的にもはまあそうですし、まあ実まあ、夫婦関係も実は結構この頃はあは溝が深まっておりましてで予防接種をですねあの打たないといった時点で,です、ね、あの妻の両親からはあのキチガイ扱いをされておりましてで、えー、その問題がですねあのいよいよあの溝が深くなっていくわけですけども。 でえー、っとなんていうんですかねそのまあ板挟み状態といいますかあのまああの僕自身もあのお茶を作るっていうのが家業っていうのもあってですねあの父とその 自分のこととまあ一緒くたにしている部分もあってあのまあ僕自身も、まあ、あまり自立できていないっていうこととあとまあ妻自身もですねあのなんて言いますかあのまあ親のねその思う通りにしてきて。 のでまあ、彼女自身あまり自分の思うことを発したことがないというぶつかったことがないというような、まあ、親子関係でもありましたので,でそのまあねその向こうの両親がな予防接種を打たないことに対して、まあ、僕を気違いだと思っていてで、まあ、そのね、えー、っとご両親の意見を、まあ、彼女がまあスピーカーのように。 あまり会話にはならないけど衝突が起こるというような、えー、時期になってましてでまあ僕自身もですね頭でっかちだったので、まあ、お互いまあ心が通わないみたいなそんな状態でありましたであのここでですね何でしょうね そのまあ、両親との親,親子関係じゃない両親の夫婦関係とまあ自分の夫婦関係がまあそのところでまあ似ているなというようなことに気が付くわけですけどもであの <coughs> 父はですねあの割と何でしょうね仕事人間といいますか。まあ 農業自体が自営業の方が多いのであまり休みを取らない方は多いんですけどなのでまああの子育てには基本的にはあまり関わらずですねあの仕事ばっかりしているまあ一昔にはすごく多いタイプの父でしてであの 家族には多分あまり心を開くのが多分苦手なんやと思うんですけどでそのまあとはいえ外向きには結構あのフランクな人でして「あの君のお父さんにはえらい世話になってな」っていうような感じで言ってくださる方は結構いるのであのいいよりまあ外の方がまあいいあ兄貴分というかまあそういう。 人ででででははあるんすすけど、まあ、実際家ではですねなかなかこう自分の思うことを言わんタイプというかあの心開けないタイプっていうのはまあ僕から見ててもそうなんですが、えー、なのでですね小さい頃から僕はあんまり父と遊んでもうたことがないのか、まあ、あんまり記憶はないんですけど。 で、まあ自分がね子供が生まれたらまあそうはなるまいと思っていたはずがですねあのー、実際ねそのお茶の作業的なことは確かにあのすごく減らしていたんですけどまあなんかそういうことをねこう、えー、自分が無農薬になるや取り組むきっかけであったりとかそういったことに取り組んでいらっしゃる方とつながってね、あのー そういうのが直接買えるような場所をまあ作ったり、まあ、店舗借りてね八百屋みたいなのをやっていた時期もあるんですけどでそうやってねやっていく中であの実際結構夜中も結構仕事してましたしあの朝方買えるみたいな感じで実際まあ家にいないことが多くてですねあの 確かにお茶の作業自体は減らしてそうなるまいと思っていたはずが気づけば同じことをしているっていう自分に結構びっくりするわけですね。で、えー、ここでですねあの何でしょう生物濃縮っていう話があってその食物連鎖ですね小さい魚がもうちょい大きい魚。 がまあ小さいプランクトンとか食べてそれよりもうちろん大きいのがその魚を食べてっていう感じであの食物連こうだんだんこう大,きく大きいものが小さいものを食べていくみたいなのがあるんですけどえその農業の世界ではその農薬とか土で分解されますって言われてるんですけど。 で実際はですねあのそこになくなるだけでですね分解されてるわけではなくてその雨とかねそういったものを介して、まあ、あの川に入って流れていってそこから海へと流れていくので、えー、っと分解されるのではなく場所を移動するだけっていう感じなんですけどなのでですねあの水中のプランクトンであるとか小さな魚 の体の中にも結構吸収されるということででそれがその食物連鎖がねこうそれを小さいのがこう食べて大きいものの体の中に入るに従ってその濃度が濃くなっていくっていうような現象のことを生物濃縮っていうんですけどえー、っと まあ科学的にもねそういう現象が起こるんですけど実際まあその精神的な部分でもその親がやっていることっていうのはその次の世代になると濃度が濃くなって残るっていうような現象にまあ気が付くわけでですねあのまあいうとまあうちの両親はねその若干仮面夫婦みたいな部分があったのが、まあ、その自分の世代では。 まあそれがさらに濃くなっているっていうようなのをねあの実際実感していてそ,のそうなる前と思っていた父の振る舞いも自分が同じことをしているっていうことでですねあのこれをまあこの夫婦関係をまああの別に浮気しているわけでもないですしその喧嘩毎日しているわけでもないんですけど えー、この関係をねそのずっと続けるのって本当に子どものためになるのかというその実際ねお茶の木とか植物とかがどう育つかっていうのは結構その土の状態次第で決まるんで周りの環境が決めるんですね。でその意味でね、まあ、両親っていうのは、まあ、子どもが育つ 上ででの土になると思うんですけどそれがまあ自分たちの今の関係は果たしてどうなんだろうかっていうのをまあちょうど突きつけられる時期になっていきます。でそのそこからね、まあ、その離婚に向かって進んでいくわけですけどその何でしょうね えっとまあ、彼女自身も、まあ、妻の方もですねちょうどその頃二2人目が生まれた頃で、まああで産後うつも結構ひどかったのでですねあ,のあまりその自分の,その思いもちゃんと言語化できるような状態ではなかったですしでさらにですねその、まあ、自分とさらに両親の思いをまあ スピカのようにね伝えることもあってその間僕とその向こうの両親との間に挟まれてまあ精神的にちょっと巻いていた部分もあったのでまあそれも相まってまあ離婚をするという方向にまあ進むことになるんですけどもあのいざですねその離婚すると、えー、決めてねあの進むとですと進むとですねあの まあ、うちの両親ももちろんとりあえず反対するわけですけどもあの向こうの両親もですねあの娘が、まあ、傷者になるのはあまりよろしくないということで一旦反対をするわけでですねでそうなると、まあ、彼女も <laughs> そのご両親の意見を言うようになってですねあの 離婚ほ法がええんちゃうかなみたいな感じになるのでですねあの僕自身はですねあのなんていうんでしょうねあの小さい頃からやっぱりその愛されたいという思いを持ってたのでその彼女自身はですをですねその自分を愛してくれる対象としてそばに置いていたということもあってですねあの自分のために。 あの置いてるだけでですねあのそれがあの彼女の人生も潰してるんじゃないかということであのよくないなと思いながらですねとはいえあのいやそれは嫌やなっていう思いもあってですねあの別に自分的にはまあしないで済むなら しない方がいいんだけどなと思いながら僕だけが進めていくような状況になってですねあのまあそこからねまあいろんな悪あがきをしつつもあの何年かかかってですねあの離婚していくというような感じになりますでそうですねその結局 自分がねその農薬とかを使いたくないっていうのとかもあのさっきのねその生物濃縮の話にもつながりますけどあの自分がその、まあ、良かれと思って使っていたその薬っていうのが結局その海の方まで流れていってで そのね、植物植物じゃないあの魚の体に入ったものが結局食べるところ、まあ、僕たちの食卓に帰ってくるっていうようなことでですねあの,なの、分解するって言われてたけど実際分解なんかしやしないっていうことを知ったりとかですねあとそのまあ女性の 農薬ってまあほとんどが神経毒であの興奮させすぎて殺すかうつに,にして殺すかの2パターンがほとんどではあるんですけど、まあ、他にもホルモン剤とかねあのいろんな殺し方があるんですけどで、まあ、除草剤なんかはねたんぱ質を作るのを邪魔するっていうような感じで枯れちゃうんですけど。 まあそれってもうまさにね体を作るのを邪魔するんであの実際その障害者を作る、まあ、増やすみたいなのに、まあ、自分の仕事がまあ加担しているっていうようなことがまあ一番、まあ、嫌で,で結局ねその何でしょうね子供のもの未来の可能性みたいなのを 潰すみたいなのが多分ね自分はそれが一番耐え難いというか嫌なのでまあこういうやり方をやっているんだと思うんですけどまあだからあの結局、まあ、その離婚についてもその自分がねその愛されたいからあの置いておきたいというのも あったんでなかなかあれでしたけどその結局それを続けることで子どもの未来をあの潰してしまうんじゃないかというようなことが、まあ、一番離婚へ向かうあのモチベーションになっていくわけですね。えーっと,はい、というわけでですねあの、まあ、離婚をきっかけにですねあの まあそれまでまあ自分が愛されたいのでその自分が一番大事だからまあ彼女を置いているみたいなそのそういったその自分が大事時代にさようならを告げていくわけですけどもあのこの辺りで一旦あのえトイレ休憩を挟もうかと思いますのでえ45分から。 次始めたいと思いますはい、ありがとうございました <laughs> はいではねこの後、えー、15分ほど10分ん次45分からですねどこまで行きましたっけねあそうそうそう で、あのー、ちょうど離婚を終えまして、はい、でそこから、まあ、離婚がまた一つの転機になっていくんですけども、あのーまあ、彼女自身もですね、あのー、自分の両親から離れて、あのー、自立していくというような、あのー、時期に なってですね、僕はまあ,あの子供たち2人とまあシングルファーザーとしてですが、まあ、僕自身もまあ自分の両親から自立していくというような、まあ、遅いんですけどねあの子供が子供を産んだあきまへんなという、はい、師匠にも怒られましたけどね。っていうような、まあ、あの見つめ直すような時間になっていくわけですけども、えー、ここでですねあのその前に。 はい、問題になりましたあの、訴訟手前まで行ったですねあるお茶の会社の方にですねあの一度謝罪に行ってですねあのもう一回ちょっと再出発し直そうと思いましてですねあのスーツを着てですねその会社に行くわけですねであの、まあ、社長さんを呼んでいただくわけですね。 で分かりましたということで部屋に通されてですね待っておりましてですねいざ出てきたらですね社長がですね前に僕が喧嘩したとした人と違う人なわけですよ。ああの人社長ちゃうかったんかとその時気が付くんですけどあ,、まあ、あ,のあなたちゃいましたとはもうその場でよう言わんので,です、ねあのーまあ、その方はですね、あのーまあ、怒ってはいらっしゃいましたけど結局まあ まあ、あ,のあんまり大ごとにできるだけせんようにということで、まあ、社長には伏せてくださってたみたいだったんですけどね、まあ、いざまあ,あの僕が謝りに行って社長呼んだからバレましたけどでまああの謝ってですねあの再出発するわけですねでまああのその時ね喧嘩した喧嘩したってまあ僕があるんですけど喧嘩してしまったその相手の方もですねあの その後、結構ね、割と僕のことに割とあと目をかけてくださっていてですね、あ,のあいつ、無農薬でやってんのやったら、こういうのをやった方がええんちゃうかみたいなのをね、まあ、父を通してあの伝えてくださったりとかですね、あの結構あの喧嘩はしちゃいましたけどあの、その後もね、なんかあったかい目で見てくださっていらっしゃいますというのはお伝えしておきます。であの <laughs> まあ離婚してですねその、まあ、まだ下の娘が1歳ですで結構ね作業作業自体もまああんまり、まあ、実際は用できないというような感じでですねあのまあそもそもね、まあ、うちの両親があの反対したのもまあ農業自体がですねそ,の、まあ、そんな 子育てしながらできるもんではないというような感じでねそんなことは不可能やっていってまあ反対されてたわけですけどもまあね無農薬に切り替える時もねそんなことで食べていけるわけがないとまああの根がねつかなくなるので、まあ、実際収入がねまあ減るということであのそれで食べていくにもまあ自分で販売する。 経路と言いますか。まあ、そのマーケティングを自分でやっていかないといけないというのが、まあ、その無農薬に切り替える時の大きなハードルの一つになるんですけど、まあ、そういう反対もあったのもありましたけども、あの、まあ、そういうのをね、まあ、押し切ってやるわけですけどもね、あの、で、その、 まあ明らかにですねそのうちのお茶畑はですね、草を生やしておりますのでですね、草はぼうぼう奥さんは逃げられでまあ,あの小さい子供を背負ってやっとるということでですね、あの世間的な認知はですね、完全にオワコンという感じでですねオワコンってあの終わったコンテンツということであいつも終わったなみたいな感じの評価になってですね あの僕自身はねすごくそれで生きやすくなったんですねであのそれまで何かなんとなくちやほやされてきたのでですね特に内面磨くこともなく、えー、大人になってしまいましてですね自分がまあ薄っぺらな人間であるというのはまあ 自分では分かっているけどもなんかそれよりよく見せてしまっているわけでですねあの自分の中身よりよく見せてしまうとそのない中身がバレるのが怖くなってくるのでですねあの生きにくかったんですけどねまあ自分のせいですけど、えー、まあそういう何でしょう見栄みたいなものがねもう腫れるような状況ではなくなってですね誰からどう見ても終わっていると。 何の背伸びもする必要がなくなりまして、まあ、僕はなんかそれですごく生きるのが楽になりましたね。でそのですねあの、まあ、その頃まではあの合気道の師匠のもとでねあの学びながらやっていたんですけども、えー、とその頃にあに合気道の師匠のもとも離れて。 まあ自分でやっていくような形になっていくんですがあのそれまではねなんかあの子どものためとは口では言いながら結局ね何,の何一つまあ社会的には影響もなくただただ自分の家庭を壊しただけだったわけですけども、まあ、幸いまあ子どもたちもね、まあ、まだ。 自分のそばにいてくれてまあ一緒に過ごせる時間がねようやくようやくでもないですけどまあ時間がまあまだ自分にはあるということでまあそれがありがたかったので何て言うんですかねその時間っていうものにあのすごく考え直す機会になってあの何でしょうねそのお茶っていうのはやっぱり まあ、あくまでなりわいであってでまあそれよりもそのまあ父としてどういう役割を果たすのかっていうようなことをねそのがまあ自分にとってのまあ一番大きな仕事っていうような感じに切り替わった時期でもありました。で そのまあ、別れた妻はですねいろいろ経た末に、まあ、自分も両親からは離れた地で暮らし始めていろいろねそのあの彼女自身もまあ精神的にいろいろ整理するタイミングになっていたようですけども、まあ、そのタイミングで、まあ、な,な,なぜそう言ってくれたかは、まあ、よくわからないのですが。まああの まあ、違ううちに移住してあのいい人たちに巡り会えたから、まあ、一度遊びに来なよということでですねまあなんか呼んでくれてですねそこからま,あまたあの新たに交流が始まるということで、まあ、家族でまあ過ごせる時間がまあ限られてはいるものの、まあ、まだ少し残されているということで。 まあなんかその時間をねそのいかに共有できるかっていうことがまあ当時の自分にとってはすごく大事なことでですね、まあ、自分を見つめ直しつつまあなんかそういった時間をし静かにね過ごせた時期でもありましたまああのとはいえねまあなんか平穏に過ごしたわけでもなく まあなんかそれまでねそのいろんな業界に対して何か言ったりとかそういったことはまあ自分にとっては割とハードルの高いことだったので何て言うんですかね何かこう鎧をかぶってですね何かこう自分の自分の心がまあ傷つかないようにあの振る舞っていたような気もしてですねよ,よりまあ心を結局 隠して誰かと、あのー、コミュニケーションをとるみたいなので、まあ、失敗してきた部分もあってですねその自分の何でしょう愛情のなさといいますかあそういったことと向き合う時間でもあってですね、あのー、何でしょうかねその まあ、離婚に至るまでは割と、まあ、彼女の人生を潰してしまうのが嫌だったというのが、まあ、一番の大きな理由、まあ、もう一つは子どもたちの,、ね、その育つ環境としてどうなんていうその2つばかりを考えていたのでですねその、まあ、いざ離婚しつのそばから離れてしまうとあ自分のことを考えるの忘れてたなみたいな感じでですね、まあ、なんか いろいろ自分にとって何が大事なのかっていうようなことを考え直す数年間でありましたね。でまあんかそうやっていく中でなんか少しずつ、まあ、まあ人間っぽくなってきたような気もします。でその何でしょうねその まあ離婚をきっかけにその愛情っていうものがまあそれまではまあ欲し求めていたけども結局それはまあ与えられるものじゃなくてその自分が注ぐものなんだなっていうようなことに気がついたタイミングでもありました。でまあその、まあ、そうやってね割と静かに数年過ごして。 いくわけですけども、そこからあのー、まあ、世の中が騒がしくなっていくんですね。あのコロナ時代があのー、幕開けするわけで、2019年20年あたりからでしょうか。で、あのー、それがまあまた一つのねあのー、転換期になってしまうわけなんですけど、まあねその離婚してからはね子供たちの時間を大事に してきたのでそのいろんなねそういったのをねなんかあの伝えたりとかそういったことはまあ自分の役割でもないかもみたいな感じでですねあの一旦全部やめてしまったんですね。でまあその役割みたいなのをまあ考え始めたのがまあちょうどその転換した頃になるんですけど。 まあ自分がね高校生の頃ってね結構うつ病みたいな感じのがねあの世間で言われ始めたばかりの頃でですねまあまだそのうつ病って何みたいな感じの頃だったんですが、まあ、ちょうどね自分が高校の頃って結構そういう状態だったんですよね。で まあ僕自分のことをまあさらけ出すのが恥ずかしいタイプですからそんなことをまあ知られるのは嫌なのであの隠していたので,ですねまあ知ってる人はいないあんまりいないんじゃないかと思うんですけどまあ高校の頃っていうのはねまあその盲腸でまあたまたま手術で助かりましたけどまあもう一日ほっとかれてたらそうか死んでたのかっていうような感じで。 まあ死ぬっていうことを割と身近に初めて感じた時期でもありましてでその生きる意味みたいなのをなんかすごく考え始めた頃だったんですけど、まあ、その頃はねいやまあ生きる意味なんか別にないっていうふうに着地しましてですねまああまり深くそれ以上は考えないようにしていたんですけどまああの そうやって30歳の頃に自然栽培に転換してからはまあなんかそういったことをまあそういったお茶作りだけしていればいいとも思えなくてなんかそういったことをね自分が気づくきっかけになったようなことをまあ周りの人たちにもまあなんか自分が伝えるのもまあ仕事の役割の一つなのかなというふうに思って続けてきたわけでしたけどもまああの結果まあ結局人に。 周りにいた人はみんな離れみたいな感じでですね、まあ、特にいい影響を与えたとも思えないですしまあそういったことはね全部やめてしまってまあ静かにやってたわけですけども、まあ、世間がまあコロナが始まってですねあの騒がしくなってきましてであの何て言うんですかね情報がまあそのコントロールされてるというかまああの まあ冷静に伝えればいいものをまあなんかすごく不安をね煽るような報道が続く上にまあなんかちゃんとしたことはよくわからないみたいなこともあってあのなんて言うんでしょうね僕すごい技かけられてるなって思ってたんですよね。そのまあ 重心がしっかりしている状態っていうのは技は基本的にあんまりかからないんでいかに相手を崩すかっていうことが先にあるんですけど、まあ、そのためにですね相手の重心を上げてしまうと結構振り回しやすくなっちゃうんででそのまあ不安とかねそういったもので体って固まるんでなんか不安を煽ってなんか好きなように技かけられているなというような感じがすごくしていたので。 なんかそういった違和感であるとか、まあ、あとまあ自分がやっていることがまあ農業に農業の世界でも数パーセントな上にです、ねあ,のまああの義理の両親からも言われたように、まあ、基本的にはあの義人変人だと思われておりましたのでですねで、まあ、その頃はね、まあそはみんなも。 周りの人たちもなんかあんまりいなくてですね、まあ、明らかに浮いているような状態だったのであのそのままコロナがな起こってからはその人と違うっていうことが、まあ、それ以前よりも随分許されないような。 あの状態にどんどん加速していっているなあというのを感じてですねあの、まあ、このままその孤立している状態っていうのは、まあ、結構危ない状態だなというのもありましたしワクチンがま,あ、まだ今日 その全員強制ではないですけども、まあ、かつてはね1980年代っていうのはあのー、全員ワクチン強,その強制の時代もあったもので,でかつてはですね、あのーまあ、いろんな健康被害が出たので、あのー、国に対してね訴訟を起こしてでまあ今の。 強制ではなくなって、まあ、あの選択式に変わったわけですけども、まあ、またそ,のそういった歴史は忘れ去られて、まあ、歴史が逆行しそうだなというのもあってですねなんかあの静かにやっておきたかったんですけどなんかそのそうやってまあ社会的にそのすごくこう。 無理やりなな変化が起こっていく中でなんか黙ってられないというかい結局知らん顔できひんねんなっていうような自分にまあまた気づいていくわけですね。でまあ前はねなんか SNS とか使ってまあなんか広く発信したりとかっていうような感じで結局それってねなんかすごく伝わるような風に 一見思うんですけど結局何も変わりはしないなっていうのを、まあ、過去の失敗でも実感していたので、えー、っと今度はまあなんかもう自分でできる範囲の,あの身の丈に合ったやり方で、まあ、ちょっとずつ伝えられたらいいなということであのワイルドロッチっていう。 まあ、うちの、まあ、トレーニングジムみたいなものですねであのお茶作りでやっているようなことっていうのは、まあ、あのおいしいお茶を作ろうとしているわけではなくてそのお茶の木がいかに元気に育つかっていうようなことをずっとやっていて。その まあ体でいうとそれはまあどうやったらその免疫力とかまあそういったのが引き出せるのかっていうことと同じなので結局そのまあどういうウイルスがそのいるにせよまあ無菌質じゃないので地球上というのはいろんな菌やウイルスがいる中でまあ人間とか動物とかは生活していてですね無菌質に入れれば入れるほどまあそういった体 交代みたいなのが弱くなるのでその結局こちら側の,あの強さがどうかっていうのは実は結構大事なのであのそういったのをどうやって引き出すかっていうのをまあなんか少しずつ体作りっていう形で伝えるっていうのがまあなんか自分にできるあのことなんじゃないかなという思って、まあ、ワイルドロッチっていうねジムを、まあ、始める。 わけです。で。で、まあ、そこで、あの。まあ、今もね、ずっと、まあ、よく遊んでますけど、まあ、マスターとの出会いが。あるわけで、まあ、あの、大きな影響を、あの、受けていくわけですね。まあ、まあ、実際、その。そこで出会ったわけではなくて、まあ、あの、その前から、まあ。あの、付き合いはあったんですけど、まあ、あの、離婚の際とかもね、あの。あの、いろんな。 相談に乗ってくれたりとかはしていましたけどもそのワイルドロッジの方であの初めてあの声かけこういうのやりたいんですっていうことであの最初にうちに来てくれるようになったのがマスターででまあ当時はですねなんかその自分の愛情のなさというかその要は自分の中に誰も入っていないのでその何でしょうね なんかだから心が通わないというような部分もあってあのそういったことがまあ自分にとっての課題だったわけですけども、まあ、マスターは何て言うんでしょうねその思いやりにあふれる人でですねなんかあの、まあ、その始めたばかりの,そのワイルドロッジっていう中でその。 まあ仲間づくりにもなっていくんですけども、まあ、そうやって集まってくれた人をこうふわっとこう包み込むように、まあ、その場を和ましてくれたりとか楽しい雰囲気を作ってくれたりとかでその、まあ、始めたばかりの自分としては多分なかなかそんなことを運営することは あの難しかったと思うんですけどまあそのマスターがいたからまあその仲間としてそのまあみんながうまくその場にあの楽しい空気,と空気をまあ作っていただけたっていうのとまあ何かそういうふうに。 その人とと接するんだなというような、いううよある種、まあ、自分にとっての見本のような、ね、存在になってくれてですねあのちょうど自分にとっては正反対の部分もあるのであの勉強になる相手がまあ一番そばにいてくれるっていうので何でしょう自分が変わっていく上ではすごくあの大事なあの出会いとなりました。 で、えーと、そこでですねあのちょうど同じ時にコロナの頃にあのスタートした「三鹿野原ジオ」というあのインターネットラジオを使った、まあ、ラジオ配信がですね三鹿の原の方であの始まっておりましてでまあそこであの 僕のことがまあピックアップされてまあ出演させていただいたりとかえそういったことがねきっかけでまあ三河の原事を通してもう一度その三河の原に住んでいるみんなにあの僕のことが知ってもらえる機会となってですねあのまあ当時はね本当 まあ自分で言うのもなんですけどめっちゃ嫌われてたんですけどなんか三河の原オを通してあのまた違う角度でですねなんか面白いやつがいるなみたいな感じであの面白がってくれる人がなんかすごく増えてきたっていうようなあのすごく大きな変化をあのいた,だいたあのきっかけにきっかけに。 なっその、まあ、マスターやミカノハラジオを通して、まあ、自分自身も変わっていってですねまあその何でしょうかその、まあ、傷つきたくないと思ってかぶっていた多分自分の仮面みたいなものですねその2歳ぐらいから多分ずっとかぶり続けてきたものをまあ ようやく脱いで、あの。変わっていく時期になったタイミングでもあります。で、多分ね、昔はなんか、あの。傷つくのが嫌やったというか、傷つきたくないと思ってたんですよね。で、ある時気づくんですけど。じゃあ、あの。死ぬ時。 傷つかない皿のまんまで死んで生きたい意味あんねやろかと思うようになってですねあの皿のまんま死んでも意味ないやんって思えるようになったのがまあ一つの大きなきっかけになったわけですけどまあその中でそうやってマスターとねそのにいろんな刺激をいただいてあの変わっていく。 わけですけども、あの、えー、そういった心の様子を描いたのがですね、あのこちらストレイの家という絵本になっております。はい、これ宣伝ですよ。えー、昨年私絵本作家になりまして、あの絵本を出版しましたので、あのそのようなあの我々のやり取りがあの物語にされております。<laughs> はい。 お求めはオンラインショップの方でどうぞ。<laughs> <laughs> はい、失礼しました。はいというわけでですね、はいあのなんかねそのうん社会にねなんかその影響を与えるとかそそういうことは自分のあれやないわと思っていたんですけど。 結局、コロナとかが始まって、まあ、結局、見て見ぬふりもできひんみたいなことで,ですねそうやってまあなんか少しずつまた伝えるというのを、まあ、始めるわけで,で、まあねそのまあ、もう一回その矢面に立つってことで YouTube チャンネルを始めるわけですね。 でその何でしょうね、まあ、自分の意見がねよう、まあ、言わんかった時期はもう遠に過ぎていたので,で、まあ、顔も晒してその自分の名前であのもう一度と、まあ、りあえず発信し始めるっていうようなのが、まあ、もう一度 YouTube チャンネルを通してねスタートするわけですね。でその まあそうやってやっていく中でまあ日本ではねそのまあまだ割とバカにされている時期だったんですがで世界的にはねあの興味を持っていただけるようなことが、まあ、ちょっとずつ始まっていてですね。で まあフランスをはじめ、まあ、いろんなヨーロッパ諸国から始まったんですけど少しずつまあ僕のお茶がまあ海外であのクローズアップされるようになってまいりましてですねであの去年はまあちょっと話題になったあの世界一のレストランのシェフにまああのピックアップしていただいたということでノーマー京都でですねあの 日本でまあ数名。選ばれたんですが、まあ僕のお茶もそこで選ばれて提供。される。ようになったのでですね、まあそれをきっかけに、あの。世界的に。知られるようになっていきます。はい。まあ世界では割と売れております、ドクちゃんです。<laughs> いや、嘘です。ね <laughs>、あのー。 そうなんですよあの何て言うんですかねそのまあ,あの昔のねその学生時代の留学のポジションを取る時もそうでしたけどもあのなんかあるもん全部使うみたいなところがありますのでですねなんかこういった機会もねなんか利用しながらまあなんかその。 僕のね、その自然栽培っていうやり方のベースになってるのは、結局その合気道の師匠を通してあの教わったことが、まあもう全てと言っていいぐらいなんですけども、で、まあその合気道にしてもですね、その、まあ何百年も前から、あの、 伝わっているものでそれはまあ書物ではなくてその師弟関係などを通して直接こう代々伝わってきたものを、まあ、たまたま,まあ自分が受け取ることができたので,でなのでまあ僕が伝えるのをまあやめてしまうと、まあ、次がねもうなくなってしまうので。<coughs> まあ気道直接っていうわけではないかもしれませんけどまあそうやって受け継いだものをまあ次に伝えるっていうのが、まあ、まあ自分の大きな役割の一つなのかなと今は感じておりましてまあその昔ね高校の頃あのうつだった時っていうのは何かなんでしょうねあの 夏休みの宿題やってない感みたいなのが結構あったのかなと思うんですよね。その高校大学に行ってまあ就職してみたいなある程度のこうんでしょうレールといいますか。その 流れがある程度こう決められた中を学生時代走らされている中でですねそのじゃあ,まあそのレールから降りる度胸もない勇気もない上にまあなんか先がなんとなくこうちょっと見えてしまっているっていうのとまあそういう何でしょうねなんかこう焦りと言いますかこう。 でそれとまあそのまあ自分が生まれた役割をこう何も果たしてないんじゃないかみたいなのを多分高校の頃はなんとなく感じていたんだと思うんですけどそれがねまあ夏休みの宿題って夏休みが始まって最初の頃は全部終わらしちゃおうとう。 やるんですけど、まあ、そこからね数日たつと忘れてまあ遊びほうけて夏休みが終わる頃にねそういえば宿題が残っているというのをなんとなく感じ始めるんですけどとはいえ最後の日までやらずに「宿題残ってんねんけどな」っていう思いを抱えながら遊ぶわけでそのなんか「こう宿題残ってんねんけどな」みたいなのがまあ かかなななりあったんじゃないかなみたいなのが思っていてで、まあ、30の頃にねなんかそういったことを、まあ、自分がやっていかないといけない,いけないってこともないんですけどもねなんかあの自分がどう死ぬかみたいなのをすごくこう考えた時期でもあったんですよねその30代っていうのは。 なん,かなんかその終わりが決まるとまあそれまでの道のりがまあ自然とはっきりするというのもあってじゃあどう死んだら納得するだろうかみたいなのをいろいろ考えた時期でもありましてでなんかねあのー 僕30代はねあのー、自然栽培にも切り替えてあの1,000人みたいになりたいと思ってたんですよ。あのー、山奥でね自給自足みたいな感じでねあのー、そういう生活がいいと思ってたんですよね。でじゃあね実際それを達成したとしてですねあのー いやほんまにそれを求めてる方やったら多分それをやったら納得して死ねると思うんですけど、えー、っとそれをやって死んだ時にね僕多分納得できひんというか多分自分が許せへんまま終わるなってなんとなく感じちゃったんですよね。その僕がそ,のそうやっっってて山にこもって暮らしたたいと思ったのは 結局そそれが楽そうだからなんですよ、ね、であのー、楽なことって多分あんまり楽しくなくてであのー、そうするとねあの人と関わらなくていいからっていう感じでね、あのー、人と関わるのを多分まあ自分がね心をまあ隠していたからですけどまあそういったことをまあ避けて。 生きれたらなっていうことをまあ多分やろうと思っていたのがまあ自分で考えてることだからあの自分で分かっちゃうわけでですねあのそれをやったら多分あの死ぬ時多分納得できないし自分が許せなくなるだろうなっていうのもあって。<laughs> でまあ、結局自分的にはねその心の上ではやりたくないんだけどあのそうやってワイルドロッジとか、まあ、あの人と関わる関わらないとできないようなものを、まあ、やっていくことになるわけですね。でその なんだろうまあそんなに多分自分が社会的に世界的にとか社会的にとか大きな影響を与えることなく多分死んでいくんだろうと思います。であのまあんやろう大きな目標に対してそれが達成されてうまく人生が終わるみたいなことは多分。 ほとんどの人には怒らないと思っていて、まあ、何かを達成したとしても多分次の目標を立ててしまうでしょうし結局終わる時は道半ばなんじゃないんだろうかっていうのはなんとなく思うんですけどじゃあ道半ばやったらあの死ぬ時納得できひんのだろうかって考えると多分そんなことないと思うんですよね。 でそのまあ夏休みの宿題をねそのやらんまま置いておいたらそのやってないんだよなを多分ずっと引きずらないといけなくなるのであの納得できないと思うんですけどその 宿題全部終わらんかったけどちゃんと手つけたっていう感じやったらねなんか終わる時納得できるんじゃないかなみたいなのがまあなんとなくその今の自分のんやろ多分それなら最後まあ納得できるんだろうみたいな感じの,あの捉え方でまあとりあえず今は。 やっていま,すまあなんかそんなわけでですねその一んは辞めたいや自分の役割じゃないかと一瞬、まあ、思い直したこともあったんですけどあのー、またもう一度ねなんかその発信し始めたりだとか、まあ、伝え始めることになってですねあのー、不思議なことに、まあ、当時は まあ、いろんな人にほんまに嫌われてですね、あのー、いたわけですけども、あのー、ありがたいことにまあなんか仲良くしてくれる人が、えー、増えていきでなんか面白がってくれる人がねなんか増えてきたのでですねなんか、あのー、今はこう楽しく過ごしておりまして。 でまあねあの結婚元妻とも、まああの <laughs> まあ、離婚をきっかけにもう一度ねそのなんでしょう関係性をこうもう一度やり直す機会みたいなものがねあのたまたま得られましたので、まあ、今はまあ仲良くやっているわけですけどもあのなんか。 あんなに嫌われてたのにねってこの間も笑ってましたねまあ自分でも不思議な感じですけど、はい、ということでですねあの今は3時半であと30分ぐらいになってしまいましたねであのそこからですねあの去年一昨年二2022年ぐらいからあの そのミカノハーラートっていうねその地域でもあのアートイベントがあの開催されるようになってですねあのより、まあ、地域の人たちとの,あの関わり合いというかあのみんなのつながりが、まあ、より年々こう強くなっていくのを、まあ、感じているわけですけどもそのアートというものに出会ってですね僕も その自分が伝えていくそのツールの一つとしてなんかすごくいいなというのを感じてですね2022年からまああのアートとしての,その作品を作ることでまた別の方にまあ知っていただくような機会を得られるんじゃないかなということで。 アートの世界も、ね、あの取り組むようになったのが2022年で <laughs> であのまあそれもね、えー、あってあの先ほど紹介した、ね、あの絵本をね去年は出版することになってですねなんかあの当時は自分も思いもしなかった方向に なんか進んできたなというのもあるんですけどで、はい、まああの今はですねその、まあ、ワイルドロッチとかを通してまあ小さな範囲で自分の手の届く範囲で、まあ、自分のできることをしたらいいと思って。 いるるのもあるんですが、まあ、たまたま,まああの世界的なまあシェフにまあ気に入っていただいてあの世界的に、ね、あの認知されることになったのでですねで、まあ、なんかあのアートなんかを通してですねそのどうせやったらまあ世界的にもっと有名になって。 でまあ、その上でその日本だけじゃなくて、まあ、海外とかにもまあなんか少しでもまあなんかこういったことをまあ伝えていけたら面白いかなとは思っております。で、まあ、たまたまとか言ってますけどね何、あのー、でしょう結構ねなんか世界には届くと思ってたんですよね。であのー 藤原何さんだったかあの1%の人間になる方法っていう、まあ、ちょっとタイトル違うかもしれないけどあの僕の好きな本がありましてでまあ誰でもね一つの分野で1万時間かけたら100人に1人の逸材にはなれるってことででまあそれを、まあ、3つの分野ぐらいでそれぞれ1万時間かけたらまあ,あのゼロが。 何個や6個分の1の人になれるってことであのいろんな分野のねところに時間をかけたらまあ,あの刺さるってこと世界に数パーセントの人にはまあなれるだろうっていうのが、まあ、僕自身その僕自身はまあ大したことがなくても合気度っていうものがまあその。 長い年月をかけて、まあ、残されてきたものですしまあなんかそれをまあ自分がどれだけあの、まあ、身に収めることができるのかっていう意味では、まあ、あの時間さえかければ、まあ、あ,のある程度のところには刺さるようになるかなというのが、まあ、当時ね離婚した頃いろいろ見つめ直す頃にね あの考えていたことでまあなんか少しずつまあなんか爪をねちょっとずつこう研いでいったら、まあ、いつかなんかどこかに刺さるんじゃないかなみたいなのは、まあ、当時考えていたことで、まあ、それがね思いのほか最初から世界一が来たので、あのー、笑ってしまいましたけども、まあ、せっかくねそういうところに掘り起こしてもらったので。 なんかねあの、留学の席を勝ち取った時みたいなことじゃないですけどもまあなんかもうある自分の近くにある機械やその自分の近くにあるね起こった出来事はもう何でも使ってねなんかあの世界的に何か影響を をね、なんか残せるような人になれたらおもろいなと思っております。で、あのー、今回ね生誕40周年山崎徳也独演会ということでですね、あのー、もう40になるんですけどまあその今から10年前の30歳の頃にじゃあこれやったら まあ絶対やらないと思いますけどねあの全然こんなに集まってくださる方はねいなかったと思うんですよね。でその今回まあこの独演会をするにあたってですねそのまあ自分のモットーってねあのとりあえずお前が一人で動けなんですよ。であの 何でしょうね、誰かがやってくれたら私も僕も動くみたいなのってうんなんかそう思ってたら多分何もできないまま終わるだろうなっていうのがなんか自分の中にはあってとりあえず始める時は一人で始めろっていうのがなんかなんとなくこうここ10年ほどなん自分に課している。 謎にに自分にしていることなんですけど、まあ、なので「独演会をやります」っていうのは最初は確かに一人で言い出したかもしれないんですけどあのそれを実現するにあたって、まあ、そのいろんな人の,です、ね、あの助けをいただいて、まあ、今日もねこうやってあの照明であったりとかいろんな音楽をね、まあの やっってくださったりあとカメラがあの入ってねあの撮影していただいたり、まあ、こ,のこの字もですねあの、まあ、書いたのは僕ですけども、まあ、こういうのをね自分で書いてはどうかというふうにあの提案していただいたから、まあ、この垂れ幕も、まあ、あの出来上がりましたしその実際ねその穴 運の方もね僕一人じゃなかなかできなかったのを、まあ、そうやって協力していただいたり、まあ、楽屋でねそのいろんなものをあの差し入れいただいたりとねその自分だけでは何かできないものがですねその当時はねそのこれを言い出したのはちょうど1年前ですけどこの後に。 あの予定しておりますその座談会であったりお茶席っていうのはその当時の自分自分だけでは多分発想できていなかったことなんですけどあ「あそれやるんやったらお茶立ててあげるよ」とか「演奏できるよ」とあの言ってくださる方がいてその自分一人で想定していたものよりもさらにそのあの大きいものにあの なっていくってていいくうのをですねあの今回この独演会を実際やってみてその一人でやる仕事だけじゃなくてなんかそのチームというかあの仲間とやることでその広がっていくようなことをですねあの改めて体験させてもらう機会をいただきましてなんかあの なんでしょうこの10年はなんかその自分一人で、まあ、自立っていうことがなんか自分にとってはすごくテーマだったのであのまず一人でやってみるっていうようなことがねあの自分にとってあの課せられたものだったんですけどここからその40代になって できてからはなんかその自分一人ではできないようなことにねなんかこう取り組んでいくようなそういうタイミングになっているのかなというような気もしています。<laughs> でねまあ実際その世界的なこともそうですし僕一人で発信したからその世界で知られているわけじゃなくてその。 やっぱりね僕のことを書いてくださる方がいたりだとかそういった何でしょうこう助けでもってこう勝手に引っ張られていっているようなそういう感覚がねやっぱりここ数年すごく強くなってきておりましてなんかこれからはねなんかあの嫌われ者特やじゃなくてなんかみんなと 何かやっていくような時期になるのかなみたいなふうに感じております。でその何でしょうねえー、っと結局そのねそのあんまり人間ってかか変わらへんねんなって思うのが結局まあ僕小さい頃からね あんまり変わってないんですよねその、まあ、変な子供でしたけどあ最初にねそのよく粗大ごみのところからあの電化製品とか持って帰ってきて分解してましてみたいな。で謎に側をほかしてネジだけ集めてましたみたいなのもねその結局その中のシステムがすごく知りたいっていうのとその。 その中でその他にも転用できるようなその中に含まれる心理とかそういうものは何なのかみたいなのを多分探すのがすごいそういう小さい頃から好きだったんだろうなと思うんですけどだからこそあのね僕の <laughs> お茶作りなんかはあの何でしょう農業だけの話じゃなくて。 でそのいろんな医療であったりとかあの、まあ、武道であったりとか全然違う分野のことをこうそこに含まれているものがですねその分野が違うものにどう応用できるかみたいなとか分野が違うけどこれは同じことが起こっているみたいなのを。 なんか自然と見ることができたのはなんかこの子どもの頃からそのやり続けているそういう習性を、まあ、ただただ繰り返してるだけなんだなみたいなのも思いますしあとは何でしょうね まあその無農薬でやっていくことに関してもその離婚してそのシングルファーザーで農業をやるっていうことにしてもまあその土の状態にしても今あるものをとりあえず一旦ぶち壊してもう一回再構築するみたいなのを結局農業においてもそうだしその夫婦関係もそうだしまあ親子関係も。 そうかもしれないしまあ人間関係にしてもなんかずっとこう同じことをひたすらこう繰り返しているのを見てですねなんかあのこの独演会をしゃべるにあたってなんかあのまた改めてこの40年っていうのをこう振り返って考える機会になったんですけど。 振り返ってみてこう改めて人間って変わらないなと思いましたね。でまあ、とはいえ、あのー、少しずつね、あのー、修正は変わらないかもしれないんですけど、あのーまあ、何でしょう人間味みたいなあの変わっていく部分もまあ確かにあってでまあその何でしょう まあ人間なかなかこう痛い目見ないと変わらないもんだなともあの振り返ってみて思いますね。であのできればねそのあんまり痛い目見ずに変わりたかった部分はあるんですけどあの結局ねその自分が痛い目見ないとあのなかなか自分の 気持ちすら切り替わらんものでやっぱりねその繰り返しやり続けてきたことの方がまあやりやすいのであの続けてしまうもんですけどもあのめちゃくちゃ痛い目に見るとねやっぱこの方向じゃあかんかったかとあの考え直すようなタイミングも結構あの人生のね節々。 あのターニングポイントではなんかそういった出来事もあってまあなんかまあ多少なりともあの変化しながら、まあ、こうやってあのやってこれたなと思っておりますでそうですねでまああのなんでしょう まあ振り返ってその自分の習性だけじゃなくてまあさっき言ったね夏休みの宿題じゃないですけどもなんかその自分がねそのやるべき役割みたいなものをまあなんかおぼろげにでもまあなんとなくこう認識できるようになって できたのがまあこの40年なのかもしれないなとも思います。で、そのですね、いつぐらいでしょうか。なんかあの離婚する前ぐらいまでですかね。僕結構ね自分のことずっと嫌いだったんですよね。で、それはまああの。 愛されたいと思っていたのを引きずっていたのから分かる通りもう何でしょう自分が多分一番大事だった上になんでしょうねなんかそのそういうことをねその何でしょう今ってねその自分を大事にとか。 自分のことを大切にとか自己肯定感とかなんか自分のことばっかりフォーカスするようになんかこう言われるのが多いように思うんですけどなんかね逆やと思うんですよね。自分のことが一番大事なやつって一番弱いと思っていてまあそれはまあ自分がそうやったからよく分かるんですけどで結局ねその人が。 なんでしょう大きくその変わったりだとか何か踏み一歩踏み出したりとかってなかなかね自分のためにってなかなか動かへんもんでですねそのなんか自分より大事なものがあるみたいなのがねその 結構大事なんじゃないかなとまあ別に大事じゃなくてもいいんですけどまあ僕はまあそっちの方がまあそうなってきてからの方がまあ自分が結構好きになっていったのでなんか何かんでしょう自,分自己肯定感とかね自分を大事にとかばっかりじゃないんじゃないのとなんか最近はそれはすごく言われるので逆にそう思っちゃいますね。で 何でしょうそのまあなんかね高校の頃にまあ虫垂炎まあ本当は死ぬような病気ではないですけど多分けどまあなんかあのままそのまま行ったらほっとかれたらあの日にもう死んでたんかっていうのがやっぱどっかずっとあってだからなんか なんか死んでたかもしれへんのに生き延びてしまったみたいなのがあるのでなんかずっとねその生きる意味を考えてたのもそうですけどなんかそのじゃあ生き延びてしまったけどじゃあこの命はねそのどう使うべきかみたいなのは多分ずっとなんとなくこう心の中にあって。 たんじゃないかなみたいなのを感じていて、なんかようやくそのね方向性がまあ定まってきたのもあって、まあなんかようやくまあ今はまあ自分のことがね昔は嫌いだったけど、まあ割とあの今はまあ好きかなみたいな感じになってきておりまして、まなんかねその。 まあ,なんかあんまりいいことばっかり言うとあれなんでいやほんまは結構アホなんですけどあのまあこれからもですねあの YouTube チャンネルなんかではねよくアホなことをやっておりますけどもまあなんかあの興味あることとかそのまあアホなことをやりながらですねまあなんかまあ世界的にもっと発信力が。 出てですね、なんかちょっとでも何かを、まあ、残せるような人間になれたらまあいいななんて思っておりますけども、あのー、これからもですねあのー、まあなんかこんな僕とですねわりと仲良くしてくださる既、まあ、得な皆さんとですね、あのー、楽しく過ごしていきたいなと思っております。あのー 今日はですね、あの長時間こうやってあのまあ何の価値もないですね、あの僕の老いたちを喋るというだけの企画にまあ長時間あのこうやってお付き合いいただきましてですね、ありがとうございます。えー、まあこれからもまあ長くあの一緒に遊んでください。皆さん大好きです。ありがとうございます。<laughs> はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、えー、今日は。 あの、長時間ありがとうございました。えぇ、ー、かも自然の絵、山崎徳也でした。ありがとうございます。点と点が線になり、線と線が交わり、ねじれよじれから待って。やっと会えたね、見惚れちまうぜ。 The story I can see if I just see the lie I can hear if I just listen. Wake up in the morning to sleep at night that's all there is no that's not all fair is a dream that should be until i wake up i was born a child is born and someday grandchild will be born why are we born? Why do we read the answer in my own way? In my own way, Father John. Far and kinds of sky, no sky is a sign, but it beautifully captures a moving picture. It's just one empty sky. No doubt the, the title is Father Joke. And my sad romance, fire, we burn.